はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネルの山田です。今回の動画は今までの検診の常識を覆すような面白いねパーティー編成があったので、それをね紹介しつつ、バージョン 4.5 の過去最高に難しいと言われている心境螺旋を攻略していきます。今までも遊びとして使われているパーティーではあったんですけれども、今期の螺旋でその面白さを体験しつつ、時間内に攻略できる敵キャラが出てきたので、この機会にご紹介していきたいと思います。ではそのパーティーですが、フリーナ、カズハ、ジン、そして超運の4キャラになります。いや、このパーティーを見てね、もう察した方もいらっしゃると思いますが、ジンさんによる落下ダメージパーティーです。フォンテーヌのネームド敵キャラであるイゾルトの登場で有名になったものですね。今回初めてという方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しますと、ジンさんの元素スキル長押しで敵を上空に飛ばすと落下ダメージが発生して、ものすごいダメージを叩き出すことができるというものです。これなんでかというと、落下ダメージは最大 HP の割合ダメージを受けるようになっているので、イゾルトさん自身の HP が高いということもあって、割合ダメージもものすごい値になっているということですね。これはねマジで面白いので、ジンさんを持っている方はぜひ一度やってみてください。で、本題に入るんですが、今回の心境螺旋でイゾルトさんと同じ敵キャラが12層1巻の前半で登場するので、同じ方法で倒すことが可能となっています。ただし、ジンさんだけだといくつか問題があって、元素スキルクールタイムが終わる前に敵が動いてしまうこと、そしてファデュイ以外の敵の存在、これらがあって時間内に倒すことが難しいので、まあ、それを解決するためにフリーナ、カズハ、そして超運の3キャラを使っていきます。役割としては、超運とカズハがジンさんの元素スキルクールタイムの短縮要因で、フリーナが最初に出てくる雑魚敵の駆除要因です。超運は二突効果でエリア内で発動した元素スキルと元素爆発のクールタイムをマイナス 15% するという突効果を持っています。この効果が原神内で一番クールタイムを下げることができるので、超運は必須となります。また元素スキルのフィールドがある状態を維持したいので、超運には祭礼の体験を持たせてスキルを複数回打てる状態にしています。カズハに関しては風元素共鳴によるスキルクールタイムマイナス 5% を目的としているので、最悪風元素キャラであれば正直誰でも問題ありません。フリーナに関しても最初に出てくるアビスの魔術師とフリムスを倒すことを目的としているので、こちらも誰でも問題ありません。で、最後にジンさんですが、こちらも元素スキルを複数回発動させたいので祭礼の剣を持たせています。生物に関しては特に指定はありません。はい、それでは始めていきます。はい、ということで、最初のアビスの魔術師、そしてプリムスは全力で殴ってできるだけ早く倒していきます。ここで気をつけたいところは、後々ジンさんで敵を上空に飛ばすときにフリーナの元素スキルが残っていると落下の邪魔をしてしまうので、倒した後はアルケイをチェンジして髪の長い方にしておくようにしましょう。アデュイだけになったらあとはめちゃくちゃ簡単です。超運の元素スキルを発動した後、ジンさんの元素スキルで空の旅をプレゼントするだけです。これを繰り返していきます。これですね、超運と風元素共鳴で短縮したおかげで、敵が起き上がってくる前に次の元素スキルを発動することに成功しているんですよね。いや、これね、ダメージマジでやばいですね。20万オーバーのダメージがマジでポンポン入っていきます。まさかこんなに簡単にクリアできるとは。はい、ということで、1分6秒クリアなので十分に星3を取れる時間帯に終わらせることができました。今までとはもう違った螺旋攻略になりますね。めちゃくちゃ楽しいのでぜひ一度やってみてください。はい、というわけで以上でこの動画は終わりたいと思います。それではさよなら。